どうも、新宿アボイ金木雄です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。ということでね、いやそうですね。なんか空港でさ、帰り俺初めて見たんだけどさ、こうね、長いエスカレーターあるじゃないですか、あそこでスーツケースを落としちゃった人見たの俺。で、ダダ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 下まで落ちて、で、そのね、前にはやっぱ人もいるわけだけど、危ないよ。こう当たってんのか当たってないのか、なんか微妙な位置でスーッと落ちてた、で、慌ててね、持ち主の人はタン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 って追いかけて、下にスーツケースをついて、そのまま何事もなかったように帰ってたのよ。嘘だな。そうだろ。え、なんかないの大丈夫ですかとかね。なんかないんかなと思ったら結構スンさ、そのままなんか、まあもしかしたらそのね、トン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 って言ってる間に大丈夫ですか当たってないですかとかなんかやってたのかもしれないけど、俺からしたらなんかあんま何も言ってないように見えて、ここ女の人ね。ああ、女の人。まあめちゃくちゃ恥ずかしいっていうのもあるんだろうけど、あんなスンとなんか何事もなかったかのように。そのままその場を離れることできるんだと思ってさ、なんかびっくりしたんだよ。え？いやあれ、あれなんか動画とかでさ、見たことあるけどさ、上から落ちてきてそのままさ、当たっちゃってさ、ね。もういやいやいや、そうね。そう、あれ、いや私もこの前上野駅で見て、目の前で初めて見て、ダダダダダって落としたから何事かなと思ったら、でもその前にね、なんかね、もうスーツケース、なんかもうこんリュックも背負ってなんかスーツケース2つぐらい持って、もうこんな人がいてすごい荷物量だなと思って、で、私は通り過ぎてエスカレーター降りて、で、まあそこ浅草に行く時の バスがあるから乗り場さ、そこでいたらダダダダダーってすごい、ちょっと何事かなと思ったら振り返ったら、そのでっかいスーツケースが落ちてきて、でも人は乗ってて、でね、左側にいたのかな、その乗ってた人が、こっちに持ってるバッグに当たったの。だからバッグはそのままスポーン飛んで、バッグもブワーッ、そうスーツケースの後にそのバッグもゴロゴロってきて、で そしたらそのね、持ってた人がまあまあ降りてきて、すいませんすいませんって言いながら言って、もうそのバッグの人はもう。もう怒ってたよね。そりゃそう、怖えもんな。すみませんっつっても全然顔見ず、その逆にスンとスンとあれでもあれちょっとほんとちょっと間違ったら人、その人に当たってたらその人確実に転んでそのままダーンなる。すんごいでっかいスーツケースだったから、なんか重そうな。で、すみませんってその人だけ降りてきたんだけど、その後にもう一個のスーツケースがエスカレーターで流れて、それはもう無人で流れてきて、無人で流れてきてんだけどさ、いやそれもそれでなんかあったら危ないなと思いつつさ、それはじゃあそこの場に手を離して置いてきたってこと。置いてきたの、慌ててほんでもスーツケースなんか壊れてはいないだろう、傷だらけにはなってたよね、そんなんか。まあまあね、それはそうなってもいいようなやつだろうけど、そうそうそう、あれは危ない、めちゃくちゃ怖いな。あれ、危ない、あれ本当当たってたら、いやマジですごい怪我する勢いだったわ。でなんかさ、死角から来るわけじゃん、後ろから、後ろから来るから、だからもう絶対さ、こう力入れるとかそういうことできないじゃん、もう押されるから。そうそうそう、だって飛んで避ける以外ないよ ね、手すり持ってグーッと上がってさ、避ける以外ないけど、いやそこまで反射神経ありゃ、そういいけど、そんなとっさに多分できないだろうしね。めちゃめちゃカバン飛んでたもんね。大丈夫ですかって金京さん近づいて。え？金京は近づいて。え？な、俺が？近づいてない。別に。いや遠くから見せただけ。いや遠くからって、まあまあそんな。5メートルもない、3、4メートルぐらいのところにいたけどさ、いや最初何事か分かんないの。そのスーツケースがドーン落ちてきてさ、それでなんかあとカバンボーン落ちてきてるから。で、YouTube 回して、お前落としただろっつって、お前詩人逮捕系みたいなことやってたね。私は何だと思ってんの、詩人逮捕系 YouTube やってないわ、そんな。やってません。お前落としただろ、詩人逮捕です。やりません。そういうことしませんよ、私。マジで、いや、マジでって。してると思ってんの、してると思ってんの。いやいや、したことないよ、俺。
痴漢とか捕まえてじゃない。いや捕まえてません私。ああ痴漢やったろお前。やってないやってない、そんなことも言ってません。あれ新宿カウボーイチャンネルの方ですかって駅の人に言われて。あっやったろ。そういうの見てんだね。ずいぶん詳しい。流れてくるじゃん。いや見たくねえからあんなの。ツイッター、ね、X にさ。うん確かに。だからキャリーけど、いや前からキャリーケースね、エスカレーター乗せるときは気をつけてるけど。初めて見たわ。だから、ね、あれ初めて、本当動画でみんなうわーと思うけど、あれ目の前で見たら、これは本当に危ないわ。金京さんなんでね、キャリーケース芸人だから、気をつけた方がいい。いや、そう、キャリーケースよく持つからね。キャリーケース芸人だから。キャリーケース芸人だから、私、よく持つ。モノマネの人が金京かって言われてる。そうキャリーケース芸人、はい。だからもう、気をつけた方がいい。なもうキャリーケースよく持つから、うん、それこそ上島さんさキャリーケース怒るじゃんモノマネ芸人みたいなだからキャリーケースを持って仕事行ってた出先の時に飲みの電話来た時は私駅のロッカーに切って入れてキャリーケースそれで何かの顔して、ね、キャリーケース芸人だっていうのを隠してそう隠してまだ言われたくないからあの なんだよお前キャリーケース持ってってなるの嫌だったから隠れて持って行きました。一回だけなんか持ってったことがあったけどね。うん、なんかどうしてもあれで。いやでもね、確かにキャリーケース持ちね、まあ使ったら便利なんだろうなって思うけどね。キャリーケース便利ですよ。ああ、俺もなんか持ちたくねえなと思うね、あのキャリーケースは。まあ極力ね。邪魔だなって思っちゃうからね、俺歩いてる時に。まあ。どうしてもね、泊まり仕事を奪うとか、でも呼吸器を持たないとダメなんでね、それがね、重いし。普段からつけて移動する。いや、別に普段からつけるものではないから。マスクをして。CPAP ね、呼吸。普段からするいや、普段から、いや、これしてたら喋らない。食べるといい。いや、食べらんないから。そんな、あれつけては。喋るのも大変なんだから、あれつけてたら。ここに置けばいいじゃん、喋る。喋る、こう言って。喋る終わったら。喋る終わったら。いや、でもあれですよね。ああ、そうですか。え、なんですか？マスク会食の時もそれやつ。マスク会食シーパップつけるそういう会食じゃないでしょ、マスク会食っていや、そうですいや、まあ大変ですから、皆さんもね、キャリーケースキャリーケースはね、本当あれ気をつけた方がいい危ない、はい、ありがとうございました。